井上康次明治22年9月14日は、明治時代前期の浮世絵師版画家。名前は、安春と読むとする説もある。本名は康次郎。作品によっては康二、康次、康次、康次郎、安春と署名し、短偵とも合した。小林清下の一番弟子とされ、短命であったが光線画に夕品を残した。 井上誠七の長男として、浅草並木町で生まる。父は、川越家事町にあった、高麗屋という西木織ど丼屋に生まれたが、江戸に出て、浅草駒形町にあった、丸屋五福店に勤め、後に一番番頭となっている。兄弟は、姉と弟がおり、13歳の時父が亡くなってからは、母の手一つで育てられたようだ。 幼児より病弱で、絵を好み、少年の頃、一時は、月岡義都市に、弟子入りしていた。しかし、明治十一年から十二年の冬頃、十五歳の時に、今度は、小林清近に、弟子入りする。安次にとって、弟弟子にあたる土屋光一の十階によると、ある雪の日、清近が向島に出かけ、綾瀬川の土手の上から隅田川沿岸の雪景色を、 スケッチをしていると、安次はそれを2時間余りも見守り続け、その余りの熱心さに、清下が話しかけたのが入門のきっかけになったという。また、清下のご死活は、安次は、清下の顔を見て、その持っている心を慕って自ら弟子になったが、清下の門人というより友人であったと、回想している。安スは清近について、よく写生に出かけ、後の、 探偵の号はそうしたことから取られたとも言われる。バン三噴火の図、井上探偵作明治22年バンダさんの噴火当時は、まだ現地では撮った写真をそのまま、新聞紙面に印刷することが難しかったため、報道の手段としても二木絵が用いられていた。明治13年頃、浅草並木町6番地に移っており、同年の6月、半元、福田熊次郎から、 浅草橋優景を、藩元四代目、松木平吉より、新吉原夜桜の営、大館長の営の三点の風景画を発表して、版画家としてデビューする。作品欄外には、清下の名が添えられており、清下が安次の才能を認め、貢献人として、少年絵師の前途を祝す意図があるものと考えられる。翌年、柿柄町川辺の図、藤見渡しの景、 浅草橋宇宙の営、枕橋の図、霊岩島、高橋の営などを、明治15年に、銀座商店の夜景へといった作品を発表、清近が、明治14年以降光線画を描かなくなると、事実上これを引き継いでいる。明治10年代後半を中心に描かれた、この大版画の光線画シリーズ、東京名所へとも呼ばれ、現在16点確認されており、 市場を感じさせる夕日が多い。また、同じ明治14年から裁晩年にわたって、ハガキ版の東京名所へシリーズを刊行しており、清近の原図によるもの、その一部を変更したものを呼び、安寺独自のものを合わせて、およそ154枚に達している。その後、明治17年版元松木から受けた、井上探偵と画号を改め、光線画の他に、買い替え、 風俗が相撲絵、下作の差し絵等も手がけるようになる。明治18年から翌年にかけては、清下や吉都市などの人気絵師とごして、共同立式のような教訓を多く描いた。同20年代に入ると、藩元が増え三枚組の仕事が多くなり、皇室関係や憲法発布を題材とした、時事報道の辞曲絵を発表する。しかし、これらは、 安すじの絵の特色である市場が交代して、他の明治二式絵に近いものになり、絵自体もひ弱な印象を受け、光線画に比べると評価されていない。成果を継ぐため実家の親戚、インド・マスとの結婚が決まっていたが、明治22年に、活気昇進のため26歳で死去した。本名は、釈辞任神事母書は、最初浅草の県備院にあったが、 老いの代になって、父の出身地川越に移され、現在は川越市末広町の行伝寺。残した作品数は東京名所へを除くと、大西喜範53種73点。清近は、その早すぎる死を痛み、杖を折れて力なき宮萩の絵だという田向けの句を、冷然に備えた。後に清近の娘勝は、 直接安次に会ったことはないが、父が安次を描いた肖像スケッチを見て、面影は青白い髪の毛の棒と書面風に分けたのがよく似合う美しい若者だったと追想している。安次の人となりについてはあまり記録に残っていない。王帝金賞は、次女、明治の面影収録の六本指で、風景は天才で真面目にすく描いたが、 他の絵は粗骨で笑われることがあった。人物の指を六本描いたり、正月の詩筆に、去年の絵とを描いたりした。ある年浅草で湯に入っていたら、火事だと言われ、慌てて、石鹸を、顔一面に塗ったまま衣服を着て帰宅して笑われた、こともあり、時々滑稽を演じたと、その人柄を回想しつつやすじの早すぎる死を、惜しんでいる。なお、杉浦雛子の漫画、 安次東京は、安次の絵をモチーフとした作品である。以下のサイトで安次の作品を見ることができる。ありがとうございます。